そんな中、あったかい国のビールです。ロングボードアイランドラガー、これはハワイアンビールの超スタンダードなやつですね。このまま飲んでいけよ。爪がそう、まあ大丈夫だ。乾杯。ちょうど缶とネイルの色が一緒だな。似てるね。こんなになんか寒いとか言っときながらこれ飲むと夏の空気を感じるのはなぜだろう。暖かい空気を感じる、はあ、すごいねビールって。さあいかがお過ごしでしょうか。もうすぐ誕生日なんだよね。39歳、めちゃくちゃ残り少ないなって思いつつ、まあ四十がどんな年になるかっていうのも含めて、そうそうそう、おみくじをね引いて、一応ねその1月1日に初詣に行きまして、で、おみくじを引いてまいりました。私はおみくじは更新制だと思っているので、基本毎年大吉が出るまで引きます。去年、いやね、ここ数年ね一発大吉だったんだけど、今年はねこのおみくじ5回目でしたはい、5回目にやっと引いた。そのおみくじに何て書いてあるかまだちゃんと読んでないなと思って、一緒に読んでいこうと思います。ね、ずっと中吉中吉中吉末吉大吉かな。はい。吹く風に高嶺の雲も晴れ行きて、涼しく照らす餅の夜の月という、まず俳句。冬の枯れ木に春が来て花咲き、黒雲晴れて月照り輝くごとく、次第に運開け幸い加わり、家業繁盛します。おう、しかし安心して油断するとせっかくの幸が、幸いが災いとなります。用心しなさい。はい、ここに止めておきましょう。で、大吉。願い事。目上の人を助け得て、思わず早く整う。まあ、お仕事って大体目上の人あ、でもないのかな、もう四十になると。そうね、目上の人の助けを得て思わず早く整う。願い事なんだ、私の願い事、まあいいや。待ち人、頼りなし来る。どういうこと、何の前触れもなく来るってこと、それとも頼りないけど来るってことどういうこと、頼りなし来るってことだろう、教えて。うせ者、早く出る。物の間、なくしたものは早く見つかるんだ。物の間、間、まあいいや。旅立ち、旅行、触りなし、うん、よし。飽きない、気をつけてすれば吉。すれそうだ。学問、安心して勉学せよ。はい、勉強します。いや勉強しよう、本当にそろそろちゃんと勉強しよう。てか子供も結構今宿題頑張ってるから一緒に勉強しよう。相場、見合わせ、今が大切。まああんまりこう相場っていうようなこともないからまあいいか。争い、人の助けあり、早く済む。おお、やっぱり人に助けられるって、さっき願い事もそうだったもんね。目上の人の助けを得て思わず早く、周りに助けられるんだな。恋愛、容姿より心を選べ。すいませんそりゃそうだよ
そうだ、容姿、容姿整ってても心がむちゃくちゃじゃそりゃダメだわね。まあ見た目いいのは眼福でね、十分ですからね。恋愛となるとそりゃ心を選ばなきゃですよ。矢移り、転居、差し支えなし。転居する予定も時間もお金もございませんが、まあ転居するなら差し支えないんですね。お産、出産、やすし、新人せよ。まあ、なんでしょうね。これも予定はないんですけどね。病、気に病むな、治る。うん。いいことだ。病は気からって言うし。そう、でも、あれね。健康診断は受けなきゃなと思ってます。で、毎年ってね。縁談、思わず早く整う。他人に任せよ。他人に任せちゃうの、縁談。へえ、思わず早く整うらしいです。っていう内容でございました。何が気になった?皆さん。でもなんか、やっぱ大吉を出すことに私は集中してしまって、なんか、毎年、その年の大吉のおみくじをお財布の中に入れて持ち歩いてるけれども、何が書いてあったかって全然忘れてるんですよね。そうだよね。だって自分で決めた目標でさえ忘れてるぐらいだから。そう。だから今年の目標は目標立てないっていうのが目標なんで。でも、総じてやっぱりこのおみくじのを見ると、そうね、他人に任せようとか人の助けとか、だからやっぱ人に助けられる一年になるのかな。でも、勉学に精進し、容姿より心を選びなさい。だそうです。合ってんのか。いいね、これ裏にもなんか神の教えって書いてあるけど。塵も積もれば山なすたとえ、小さき善行を積んでいけ。神様は浮上をお受けにならない。神様の御心に背を向け、私利私欲で成した地位や財産は時に災いの種となり、片っ端から幸福は遠ざかっていく。誰にでもできるささやかな善事も一つ一つ積み重ねていけば、安らかなる神様の御陰に身も心も包まれて、おのずから真の幸福が集まってくる、うん、そうね。私利私欲で成した地位や財産は時に災いの種となる。なるほど。そこまで貪欲になれないぐらいなんで、四十からはちょっと貪欲になろうと、てか39ぐらいからだいぶ貪欲になってきてるけど、貪欲と私利私欲を間違えないようにしないとね。私も貪欲にはいきますが、うん、ちゃんと周りの人に感謝して周りのために行動しようと思いました。面白いね、おみくじって面白いよね。ああ、いいね。皆さん大吉引きました？おみくじ引きました？うん、このおみくじは私のお財布に入れておきます。ああ、お疲れ様でした。ちょっと一回締め、中締めとさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。引き続き何卒。